動画をご覧いただきありがとうございます。つよしです。今回は国際郵便の e パケットについて動画を撮りました。よろしくお願いします。はい、つよしです。今年の冬は積雪量が少ないですね。僕はもう雪は降ってほしくないです。はい、そういえば、家の庭に寒さで枯れていた雑草が生えてきました。なんか確実に暖かくなってきている、そんな気がしますね。はい、ではですね、話は変わりまして、今回は国際郵便の e パケットについて、お話ししていきたいと思います。僕は eBay で輸出をやってるんですけれども、ほとんどの商品をですね、この、国際 e パケットをですね、利用して発送しています。これは2キロまでの小さな荷物をですね、送るサービスなんですけれども、僕はですね、大きくて重い商品はあまり出品しないので、これでですね、全然問題ないですね。はい、ほとんどがこれですね。はい、海外で商品がなくなるとかですね、トラブルが発生した場合って、国内で起きる、トラブルよりもいろいろですね、めんどくさいんですね。はい、だけどこれなら追跡サービスもついてますし、6000円までのですね、保証サービスがついてるので、安心なんです。このサービスは手書きではなくて、オンラインシッピングサービスで、宛名、差出人、内容品などのですね、情報を入力します。そして、発送ラベルを印刷して、専用のパウチパックに入れます。あとは、パウチパックを、荷物に貼るだけです。それから、e パケットよりも安く送れる e パケットライトというですね、サービスもあります。このサービスはですね、この、国際郵便マイページサービスからですね、利用することが可能です。はい。今回の動画は以上となります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。参考にしてみてください。では、失礼します。